返事くださせ。許せるわけはねえだろ。そんなこと言わず許しておくださせよ。あのなあ、お前いつも許してくれと言うけれど、俺に捕まるのはこれで何度目だ。そうですね、かれこれ365回。ほぼ毎日だ。ほぼ毎日だろうか。いやもうちょっと勇気は許しはしねえぞ。お前今くらいしょっぴんできてるのなら許してください。明日のこの川逸らんどうか許して。誰が川逸らんどうか。ゆで卵腐ったみたいな顔してるだろうが。それは余計ですよ。何もら信じみてるつもりだろうが。許しておくなさい。あの枝許すわけにはならない。親方許してくれ。明日やら親方の頼みは何でも聞きますんで、ね、俺が言ったチャンス。明日のために許してくださいよ。おお、俺の言うことは何でも聞くか。何でも聞きます。よし、分かった。なら許さねえこともねえ。本当ですか。待て、おめえ今言ったろ、俺の言うことなら何でも聞くとよ。何でも聞きます。よし、俺の言うこと聞けよ。あとな、なるよ、お前がもう足を洗ってだ、肩着になって親子を起こしろ。親子か。うん、親方バカじゃねえですか。バカって言うな。バカって言うな。そうじゃねえですか。あ、明日ですよ、幼い頃に二親なくしてるんですよ。その話は知ってるよ。どうやって肩着になって親子をすりゃいいんですか。だからよ、俺が親をこさえてやるから親孝行しろと言ってんだ。やっぱり親方バカですね。お前がやるとムカつくんだよ。そうじゃねえですかよ。子を作ることはできても親を作ることはできませんよ。さそこのところ確かにそうだから、これには司祭があってよ。司祭が？でな、3日ほど前なんだ、涙橋でよ、一人のばあさんを助けてな、話を聞きゃ世の中には悪い野郎もいるもんだよ。そのばあさん目が見えねえんだがよ、そのばあさんから金を盗んだやるがいるんだよ。金よ。わざわざ国からせがれを探して旅をしてきたものを、まあ、そんなばあさんから金をかすめとるとふざけた野郎もいるもんだろ。涙橋、お金を取った、そう、目の見えねえ、ああん時のばあさん、お前か。いやいや、知りません知りません知りません、お前だったのか。いやいや、だからなおさらだ、罪を下ろし防止だと思ってや、そのせがれになれ。いや親方、どうせおっかさんをもらったらね、ピッチピチのギャルとかがいいじゃねえですか。お前それ夜だけしとけ、お前の。バカじゃねえか、お